モーガンバトラーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。10代の頃は、イリノイ州、リバーティビルで過ごした。サウスイースタン、オクラホマ大学を卒業し、1979年の MLB ドラフト23巡目で、アトランタブレーブスから指名され、プロ入り。マイナーリーグを経て1981年8月20日に、 メジャーデビューを果たす。名前が映画、風と共にサリーヌの登場人物、レッドバトラーと似ていて、しかも映画の舞台アトランタでデビューしたことでも話題になった。1983年にレギュラーとなり、151試合に出場して打率、281、39盗塁と一番打者として活躍。オフの10月21日にトレードで、クリーブランド・インディアンスへ移籍。 4年間アリーグでプレーし、インディアンスでも一番打者として活躍した。1984年5月15日のボストンレッドソックス戦では、メジャー初登板したロジャー・クレメンスの最初の対戦打者となり、一類頃に打ち取られている。1987年11月9日に FA となり、12月1日にサンフランシスコジャイアンツと契約。 1989年にはチームがリーグ優勝しワールドシリーズ出場を果たす。1990年12月7日に FA となり12月14日に念願であった故郷のロサンゼルスドジャースと契約。1991年は161試合に出場して打率296、38投類であったがキャリア唯一のオールスター出場を果たし、 MVP の投票でも7位となる。1994年10月21日に FA となり、1995年4月11日にニューヨークメッツと契約したが、同年8月20日に選手との交換でドジャースに復帰。1995年11月7日に FA となったが、11月9日にドジャースと再契約した。1996年5月に、 検討戦眼を告知され手術を行った。しかし、病気を克服して9月には感動的な復帰を果たし、チームの地区優勝にも貢献した。オフの11月7日に FA となったが12月4日にドジャースと再契約した。1997年は105試合に出場したが、この年限りで現役を引退した。経験なクリスチャン、純血運動家。 プロライフ運動家としても知られている。引退後は、妻のエビリンと4人の子供たちと共に、アリゾナ州フェニックスで暮らし、アリゾナダイヤモンドバックスのコーチ、参加のマイナーチームで、コーチや監督を歴任。2014年シーズンからは、マイアミ・マーリンズで三塁コーチを、2015年は、ガ外野守備、ル塁コーチを、それぞれ1年ずつ務めた。ともに多く、 リードオフマンとしての資質の高さを示している。1990年と91年には出塁数がリーグ1位であった。シングルヒットも多く、1990年から93年にかけて4年連続でリーグ1位であった。通算1913でメジャー史上61位である。五十八盗塁はメジャー史上十四位だが盗塁は、 同3位である。3塁打はメジャー史上78位イの131を数え、54本塁打の倍以上を数えた。通算1359得点も史上89位。ありがとうございます。